スポーツビトサッカーアカデミー湘南七夕フィールド。スポーツビトチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしております。はい、それでは、本日は、茅ヶ崎市で活動されている、AFC 茅ヶ崎の、伊藤監督にお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくところをちょっとお伺いしたいと思うんですけど、はい、活動をどうやって送り出すかっていうのを一番大事にしています。はい、ステイスマート、はい、ステイフリッシュっていう、はい、標語を掲げて、はい、後ろに書かれてます。はい、やらせてもらってるんですけど、はい、まあ、常にスマートであれ、はい、常にフーリッシュであれっていうので、はい、まあ、スマートっていうのは賢さとか、はい、そういった要素で、フーリッシュっていうのは、まあ、いい意味での、はい、アホになるというか、はい、そういったところで、まあ、両面を持ち合わせた、はい、人になりましょうというところを、はい、大事にやっています。はい、でも練習場所っていうのはどちらで練習場所ってます。基本的には茅ヶ崎市の、はい、ナイター施設を、はい、お借りして、はい、活動させてもらっています。はい、で茅ヶ崎市の中学校。そうですね、はい、いる選手とかっていうのは大体どの辺のエリアから来ている選手が多いですか。一番多いのは茅ヶ崎市の方ですけど、はい、あとは平塚市、はい、藤沢市、はい、あ、伊勢原の子か、はい、伊勢原の子もいたりはします。はい、練習の回数とかっていうのは週に何回ぐらい、平日は2日間ですね、はい、火曜日と木曜日にナイタートレーニングをして、はい、で土日と祝日の活動とか、はい、なるほど、はい、週4回ってそうですね、はい、遠征とかっていうのは年に何回ぐらい行かれますか。トレーニングキャンプという形で、はい、ゴールデンウィークの夏休みに、はい、集中的にトレーニングを行うキャンプを行っているのと、はい、あと年末は試合なんかフェスティバルに、はい、参加するような遠征に行っているので年3回ですね。あ、こう年間にかかる費用とか、まあ、大体これぐらいかなみたいなもし分かれば月の会費が1万円になって、はい、まあ、かける10円と、はい、遠征に関しては基本的には1日1万円という計算になっているので、はい、年間で8日から9日間なので、はい、そこが8から9万円ぐらいというところですね。なんかこう募集人数というのは各学年何人ぐらいでございますか。各学年10名ずつというところでやらせてもらっていて、はい、基本的にこうカテゴリーごとの活動じゃなくて、はい、縦割りの活動を、はい、しながら、はい、いろんなことを学んでほしいなと思ってるんで。今はこう何名ずつぐらいいらっしゃるんですか。64か、はい、なんですね。なるほど。コーチの人数っていうのは大体何人ぐらいで、いっぱいいるんですよ。4人いるんですよ。あ、そうなんですね。選手16人しかいないですから4人に1人で、はいはい、なるほど、なるほど。あとこう AFC 茅ヶ崎さんが、まあ、うちのクラブはここが特徴だっていうところがあれば教えていただきたいなと思うんですけど、ね、毎年見てると、はい、まあ、その年々でいる選手たちのこう強みを最大限こう生かしてあげたいって思ってるので、はい、まあ、生かしながらどうやったらさそれを試合で発揮できるかっていうのをこう組み立てながらみんなでやらせてもらってるので、はい、クラブとしてこうっていうよりはいる選手が一番生きる形でこう試合を進めていくっていう、はい、まあ、サッカー以外の活動のところで、はい、こう人間育成でちょっと力を入れてるっていう、うん、ところをちょっと教えていただけるかなり力入れてるんですよね僕ら鍛錬行事っていう、はい、呼び方してるんですけど、はい、ですね、こうナイトウォークっていうのをやったり、はい、まあ、あと富士登山とかやったりとかするんですけど、はい、まあ、ナイトウォークっていうのは、はい、その名の通りで、はい、夜歩く、はい、夜通し歩くっていうところ、はい、で、まあ、茅ヶ崎市を出発しながらこう、はい、富士山の方まで行って、はい、江ノ島の方まで行って、はい、で海岸線ぐーっと歩いて、はい、平塚銀行ぐらいまで来て、はい、帰ってくるの夜の8時ぐらいから朝の6時ぐらいまでかけてすごいっすねひたすら歩くっていう、まあ、大体3人ぐらいのグループだと途中で会話がまず途切れてくるんですよ。なるほど。でつまんないと、はい、きついし、はい、でその時にじゃあどういう、こう立ち
ち振る舞いをしたらいいのっていうところとか、はい、まあ、試合中でもそういう局面あるんじゃないのっていうところで、はい、まあ、どうせやるならさ、はい、ゴールを目指して、はい、もう本人で開き直ってやっちゃった方が楽しいんじゃないのとかっていうところを最終的に気づくんですけど、はい、なるほど、まあね、夜食で大体こうお家の人が握ってくれたおにぎりを食べるんですけど、はい、大体どの選手もおにぎりってこんなにうまいんだって夜中の1時2時ぐらいに言い出すんですよ。それはもうお家の人に感謝するんだぞって、はい、いつもこれ作ってくれてんだよっていうところに気づけたり、はい、で、まあ、毎日1日24時間過ごしていて、はい、こう当たり前のようにこう日が昇って日が沈んでいきますけど、はい、その当たり前であることのこうありがたみっていうのが、はい、あのそこで初めてこう感じることができたりするっていうようなイベントがナイトウォークなんですけど、はい、ちょっとこう発達に少し障害になるようなお子さんを、はい、あの預かるような、はい、あの学童的な施設でもちょっと仕事をさせてもらっていて、はい、でその子たちを対象に、はい、あの僕がサッカー教室を開くんですけど、はい、の教室のアシスタントコーチ役で選手を呼んで、はい、でそのお子さんたちとコミュニケーションを取るっていうようなことをやったりをして、はい、これめちゃくちゃ難しくて、はい、例えばサッカー教室やろうと思って例えばここに並びましょうって、はい、大体の子供って並ぶと思うんですけど、はい、並ばない子がほとんどなんです、はい、並ばない、並びたくない、はい、でその子がなぜその行動をとったのかなとか、はい、なぜ今並びたくないのかなとか、はい、をあの同じ目線に立って、はい、考えてごらんよって、はい、でそうするとだんだん選手も気づき始めて、はい、なんかこう例えば先の見通し、次何やるかわからないから並んでなかったんだなっていうのが分かったから、はい、次々これをやるから、はい、今は並ぼうねって言ったら並んでくれた、はい、なんかその辺でこう他者が同じ空間にいる他者がどういう、はい、何が見えてるかとか、はい、そういう景色感情っていうのをあの少し感じ取ろうとする努力を、はい、あのその場でするようになるんですね。こう先ほどお話ししたら、こう、まあ、保護者さんとの距離が、あ、そうですね、はい、少し他より近いというかお話をされたんです。はい、大体こう、ジュニアスのクラブだと、はい、まあ、その保護者の方って、公式戦とかだとね、はい、とかの対戦相手に出ても、リーグ戦とか、はい、カップ戦見に行けば、あの相手チームもあの保護者の方たくさん見に来られてるなと思うんですけど、はい、僕らのところは結構、練習試合はもちろんなんですけど、はい、普段のこうトレーニングまでこう見学に来てくださるような、はい、あの方たちがたくさんいて、はい、でまあ、それは何でかっていうと、まあ、僕らクラブと選手と保護者の方と、はい、まあ、クラブって基本的にこの三位一体で成立してると思うんですけど、はい、そこのお互いの距離感がおそらく他のクラブよりも近いかなっていうところは一つの特徴ですね、はいはい。4州ですか、はい、ジュニアのところのサッカーっていうのは、はい、結構選手と保護者の距離ってすごい近くて、はい、わーって応援してもらえて、はい、で卒団式、卒部式の時にこう、はい、感動のフィナーレを、ね、はい、迎えて送り出して、はい、でそこからジュニアユースとかに行ってしまうと、はい、ちょっとこう距離が上がる、はい、で保護者の方のロス具合が結構半端ないっていう、はい、結構いますよ、はい、そうですね、息子娘ロスって言うんですよ、はい、元サッカーみたい、近く行きたいっていう、はい、その辺の延長戦を楽しむ、はい、クラブが多分僕らの FC 茅ヶ崎っていうクラブかなとは思ってますね。いまだに近いのも我が子と近いところで、はい、試合も応援するし、試合についてああでもないこうでもないって話もしてるでしょうし、はい、で先ほどのお話しさせてもらった関連行事なんかも、はい、できるだけ巻き込んで、あ、なるほど、人によってはナイトウォーク一緒に歩いた、はい、お母さんだったり、はい、富士山山頂まで一緒に登ったお父さんだったりとか、はい、一緒にこう選手たちのこう、まあ、成長っていうとちょっと僕はおこがましいなと思うので、はい、まあ、選手の変化というか、はい、道のりを一緒にこう楽しむ仲間として迎え入れさせてもらってるので、はい、まあ、その辺はみんなで楽しめるクラブかなって思ってます、はい、なるほど、いいっすね。練習会とかセレクションのところをお聞きしたいんですけど、はい、セレクションの方はやられてないんですよ。です練習会っていうのは大体何月頃にやられたりしますか。練習、
秋口9月10月ぐらいから月1、はい、2回、はい、毎月やるようにはしてます。なるほど、はい、まあ、AFC 茅ヶ崎としてのいい選手の評価という形で。そっか、皆さんいい選手ってどういう選手のことをいい選手って言うんでしょうかね。でいつも思っているんです、僕はすごく、まあ、特徴が大事かなと思ってますけど、どうなんでしょうか。僕の中でサッカーでいい選手だなと思うのは、場所とタイミングが抜群な選手がいい選手だと思ってるんですけど、卒業生の進路のところをちょっとお聞きしたいんですけど、大体こうどの辺の卒業生は高校とかに行くことが多いですか。サッカーで聞いたこと、名のある学校とかだと、はい、そうですね、東院に行ったこと、はい、あとは犠牲だと思うんでしょ、最近だと厚木北高校とか、はい、日大藤沢とか、はい、あと創業か、はい、創業とか、まあ、サッカー推薦とか勉強の学業で進む割合的にはほとんど勉強だと思いますね。あ、はい、もっとこう上手くなりたいとか、そういう形でなんかアドバイスアドバイスがあればちょっと一言いただきたいなっていう、まあ、サッカーのでもですし、まあ、言われたようにこうちょっと取り組む姿勢みたいな部分でもいいので、まあ、まずは家族から、はい、でもう少し大きく言えば、はい、自分が活動しているこの地域の方たちから、はい、こう応援されるような人になってほしいなって、なるほど、はい、いうふうにいつも思ってます、はい、子供たちは見て、例えば自分の好きなことだけやってる子っていうのは、はい、あんまり応援してもらえないと思うんですけど、はい、例えば自分がやりたくないこととか、はい、苦手なこととかも、あと誰もやってないこととかも、はい、で誰もやってないから自分がやろうって思えるような、はい、こう一歩踏み出せたり、はい、嫌なこと苦手なことにもしっかりと取り組めたり、はい、っていう行動ができる子供になってほしいなって思っていて、はい、でそういう子が結局こうサッカーの場面でも、はい、こう新しいこととかにチャレンジできるっていうマインドを持てるようになると思うんですね、はい、クラブの告知みたいなの言い残したことあるな僕らのチームは多分無名っていうかあまり知られてないので、はい、まず多くの人に知ってもらいたいなって思ってるのが、はい、一番です。選ぶか選ばないかはもう選ぶ方たちの自由なんで、はい、そのあたりはするんですけど、一度覗いてほしいなって、思ってます。めちゃくちゃ弱いチームなんですけど、ただ1年間でこうガラッと変わるっていう変化を楽しめるチームではありますので、ぜひ選択肢も一つにしていただけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。本日は、AFC 茅ヶ崎の、伊藤監督にインタビューさせていただきました。本日ありがとうございました。スポーツビトチャンネルではジュニアユースの進路を中心に少年サッカーの情報を配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。